力抜かしてあげる、力抜かしてあげた上でここをこう、こう、こんな感じで触れに来て肩甲骨が緩むように緩むように、よく触れる、はい、こう綺麗に円に、綺麗に円に、肩甲骨が綺麗に緩むように、ね、で次ですね、これまずいいですね、一回ね張ってあげる、ちょっとだけ、ちょっとだけ張ってあげる、そしてちょっとだけ張って今度は縮めてあるのか、指入れて、力いらないんですよ、この連動、この連動、この連動、こうでしょ、今この状態がちょっとここ張ってあげる、指入るでしょ、指入ったら今度こっち押し込んだ、左と右バランスを取ってあげて、このぐらい、これ張るでしょ、でこれ入れる、張って入れる、張って入れる、この連動、この連動、でこれを円に、いい子が生まれるからね。これを少しずつこっち、これが開かへんわけですから、はい、こっちにシフトしていく、こうやって、こうやって。一回。ずっと簡単にやりますね。もう簡単にしかやれへんからね。簡単に。硬いの取れてくるから、これ後で、ほんと、もうちょっとしかやってないからね。座ってみて。で、前から見てあげて、はるちゃんのこの、右と左の。この違い。右腕は今前に出てくる。こっち上げてみて、こう上がる、簡単に、はい、なんかやらせみたいやから、ちょっとここ来て、はい、で、押さえとく、はい、上げる、はい、はい、上げる、はい、力ですね、うん、はい、という違いが出てきます、はい、今やったの分かります、右足だという、あ、右手、右足、今このエネルギー状態ね、このエネルギー状態だ、今度こうやって触れとく、この手はちょっと置いといて、触れるだけで、はい、これ触れる、当てるとこうなるんですよ、感覚が楽なのに伝わってきない、こうやって当てるとこう、で、この足動かしてみて、右足、自由ですね、はい、この足動かしてみて、うん、さっきより自由なんだよね、うん、でもこれを外すと重かみたい、ね、外すと動いてみて、あ、重い、動けない、だから当てるっていうのはここ何のために当ててるのか、志麻さんの体を緩めるために当ててるっていうことで、無造作にこうやってこんな当てるし、これはなしね、これはなしね、だからこうやって志麻さんを心地よくするように当ててあげてください。じゃあどうしたらいいのかっていう、ほどほどの加減、このくらいに当てる、気持ちいいね、だから例えばこうやって今深呼吸して、この状態とこうやって当てられたら、深呼吸してみたら呼吸が入りやすい、うん、呼吸が入りやすいように当ててあげる、ね、で、ヨウ君のバランスと、バランスと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 、ここバランスとっていきます、ね、ここ抜けてきますからね、ここバランス取っていって、ここは隙間が空いてきます。空いていったら、今度、場所を変えたり、これ、当てる、気持ちいいね。指を、こう、指を、こう、指を入れて、ね、
くれぐれも術者は楽にね、楽にね、でも気楽にやりすぎて手抜かないよ、手抜かない、手抜くっていうのは気を抜かないよ、なここうやって浮いてくるからね、はい、ここ入ってくるから、ここ、はい、指が、はい、指が入ってくる、はい、